がとうございます。今回はまるちゃんの焼きそばをアレンジしてみました。個人的には10倍美味しくなってるんじゃないかなって思えるほど美味しかったです。今日の材料、まるちゃんの焼きそば1袋、キャベツ1から2枚。まずはキャベツを1から2枚めくってよく洗ってから、適当で良いのでざく切りにします。切ったらタレを作っていきます。醤油小さじ1、オイスターソース小さじ1、焼肉のタレ小さじ1、まるちゃんの粉末スープの素よく混ぜます。フライパンを温めます。中火。サラダ油。油が温まったらまるちゃんの麺を焼いていきます。この時ちょっと焦げ目ではなく焦げ目をつけていきます。上から軽く押し付ける感じで OK。 ひっくり返して同じように焦げ目をつけていきます。これくらいの焦げ目が両面つけば OK。 焦げ目がついたら水をかけずにほぐしていきます。ちょっとほぐしにくいけどほぐれたらキャベツを入れていきます。キャベツがしんなりしてきたら先ほどのタレを入れていきます。あとは全体にタレを絡めたら完成。火を止めます。お皿に移して出来上がり。歯ごたえがあってタレも美味しいのでぜひ試してみてね。